2008年メキシコ内務省チャーター機墜落事故は2008年11月4日にメキシコで発生した航空事故である。サンルイスポート市国際空港からメキシコシティ国際空港へ向かっていたメキシコ内務省のチャーター機が着陸侵入中にメキシコシティの市街地に墜落した。乗員乗客9人全員と地上の7人が死亡した。 犠牲者にはメキシコ内務長官のフアンカミロ・モーリーニョが含まれていた。事故機のリアジェット45は2000年に製造番号45から028として製造された。総飛行時間は2486時間で2215サイクルの経験があった。同系機のリアジェット45事故機はメキシコ内務省がチャーターした便で、 サンルイスポート市のサンルイスポート市国際空港からメキシコシティ国際空港へ向かっていた。18時4分、リアジェット45はサンルイスポート市国際空港を離陸した。18時40分、管制官はパイロットに滑走路零五 r への ILS-DME 侵入を許可した。リアジェット45の前方にはメキシカーナ航空1692便が飛行していた。 18時42分、1692便は、メテオブヨアールを対地速度224ノットで通過した。一方、リアジェット45は18時44分に、メテオブヨアールを262ノットで通過した。この時点で、1692便とリアジェット45の距離は約5.7ナノメートルであった。 18時46分、リアジェット45は1692便の後方3.8ナノメートルまで接近し、後方乱気流に巻き込まれた。そのため機体の制御が失われ、リアジェット45は急降下した。そのまま機体は金融外に墜落し、炎上した。運輸長官のルイス・テレスは、搭乗者は全員死亡したと述べた。また、墜落は、 破壊行為などによるものではないと発言した。この事故により、複数の車両と屋台が炎上し、地上で7人が死亡し、40人が負傷した。また、残骸の周りには、遺体の一部が散乱していた。事故の死者には、メキシコ内務長官のフアンタミロモーリーニョが、含まれていた。事故翌日の墜落現場メキシコのフェリッペ・カルデロン大統領は、国営テレビで演説を行った。 大統領は、モーリーニョの家族へ哀悼の意を示し、モーリーニョはメキシコをより、良い国にするため奮闘したと述べた。また、大統領はどんな困難や苦痛があっても、メキシコをより、良い国へしていくため戦い続けると言った。調査から、ディアジェット45が前方を飛行するボーイング767に接近しすぎ、後方乱気流に巻き込まれたことが判明した。 小型機は大型機の後方5回里までの接近が許容されているが、リアジェットは4.1回里まで接近していた。墜落から2週間後の現場最終報告書では、機体が後方乱気流に巻き込まれ、パイロットが制御を失ったことが墜落原因であると推定された。また、パイロットがリアジェットの適切な訓練を受けていなかったこと、パイロットによる減速が遅れたこと、 完性感が早すぎる、侵入速度を訂正しなかったことなども事故の要因となった。ありがとうございます。